どうもゲームです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は YBC ルヴァンカップ準々決勝第2戦名古屋グランパス戦のマッチレビューをやっていきます。声出し応援の中、1週間で3回目の顔合わせになったんですけど、3-0 の勝利で準決勝進出を決めました。リーグ戦の敗戦から改善が見られた試合でもあったので、そのあたりを中心に振り返ります。今回も戦術ボードを使って分かりやすくお話しいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。浦和レッズサポーターでチャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録も忘れずにお願いします。はい、今回の動画では3点お話しいたします。1つ目は、前半にやや苦戦した要因について振り返ります。2つ目はリーグ戦との間違いについて見ていきます。3つ目はこの試合で使われた 5-2-3 の可変システムの可能性について考えていきます。では早速やっていきましょう。はい、1つ目は前半にやや苦戦した要因について振り返っていきます。先制点を取るまでは名古屋からボールを奪うことっていうのが、そこまでできておらず、やや苦戦したかなという印象ですね。特に名古屋の右サイド、浦和の左サイドですけども、ここから進まれてワントップツーシャドウやウィングバックを生かす攻撃っていうのが少し目立ったかなという印象ですね。名古屋はこの試合、右ウィングバックの宮原を少し下がり目に下ろすっていう場面も多くって、3バックとボランチ2枚ですね、でプラス宮原というところで浦和の守備の組織を引き出して、ワントップツーシャドウと逆の相馬を使うためのパスを入れてくる、そういった攻撃が基本的な狙いだったのかなと思います。浦和は4バックになりますので、まず相手のセンターバックの3枚に対して2トップの追い込みと、サイドハーフが出ていくこともあるというところですね。でここで下がってくるボランチに対しては、やはりサイドバックが出ていくか、サイドハーフがここをケアしていたとしても、やはりボランチの2枚に対してボランチがこうやって出ていかざるを得ないというシーンが、構造的になりやすいかなというところですね。でこういったところで追い込みきれないと、どうしても最終ラインのところにスペースがあって、そこでワントップツーシャドウですね、名古屋の裏への脅威もありつつ、下がって受ける選手と、3枚から4枚ではカバーしきれないピッチの幅を逆のウィングバックが使ってくる、そういうシーンがどうしても出てきてしまったのかなという印象です。こうなってしまうとどうしても不利になってはくるんですけども、たとえここでスペースがある状態で前を向かれて逆のウィングバック、相馬ですねとかに展開されたとしても、名古屋の最後の崩しっていうのはかなり個人の力に依存しているところが多くって、マテウスが強引にシュートとかクロスを上げるとか、相馬がね突破を図っていくっていう部分が多かったので、数打てば当たるじゃないですけども、そういう印象はありましたね。なのでその数を打った当たりが出たり、あとは事故ったりしなければ、失点はしないだろうなという展開でもありました。もちろんこういったところでサイドバックの裏へのボールっていうのは名古屋も狙ってはいたんですけども、ここを完璧にカバーしたショルツだったり、相馬と酒井ですね、ここのマッチアップで酒井が完全に勝利したっていうところももちろん大きかったのかなと思います。はい、2点目は 0-3 で敗戦したリーグ戦との違いについて見ていきます。リーグ戦ではうまくいかないままミスから失点を重ねてしまったんですけど、この試合では最初苦戦しつつも徐々にペースを取り戻したのかなと思います。それには列の交換ですね、降りてくる選手と上がっていく選手だったり、相手の最終ラインに対する裏へのアクションですね、そういったところがやはり多かったのかなと思いますし、そこが勝利につながっていったのかなと、その要因の一つかなと考えています。名古屋の守備を見てみると、過去の2戦と同じように人に強く基準を置いた守備でしたね。浦和が手前でつなぐときには永井が岩を見つつ、シャドウの選手がセンターバックに出ていく、でウイングバックがなるべくサイドバックにずれていって、でボランチもついていく、そのことで後方からどんどん前にずれて人を捕まえていくような守備でした。浦和はリーグ戦の時にはこういった相手を前に引き出すっていうことに対してちょっと重きを置きすぎたのかなと思っていて、サイドバックにプラスしてサイドハーフも相手を引き出すために降りていく、そういう動きが少し多かったのかなと思っています。そうなると前線にいる選手が少なくなって、一人で裏に動いても相手の最終ラインに対応されてしまいますし、結局降りてきている選手たちが多いので手前で繋がざるを得ないっていうところですね。でボランチの周りっていうのはもちろん狙っていたんですけども、そこに入ってくるのがサイドハーフの選手、サイドバックの選手も相手のウィングバックを引き出すために降りているので、手前に重心がかなり寄ってしまうっていう点がありました。でこの試合ではそれが少し改善していたのかなと思っていて、松尾とモーベルクや大久保を中心にサイドハーフとトップの選手が高い位置をキープしつつ、誰かが受けに降りたんだったら後ろの選手が前に上がっていくっていう、列の交換ですよね、そこのバランスが非常に良かったのかなと思っています。
まあ、なので手前で捕まってしまうっていうことは、まあ、前回のリーグ戦からそうそうなかったんですけども、こうやって相手が 5-4-1 でセットしたところから前に重心を移してくる、そういった瞬間にどうしても手前手前っていう風に浦和はなっていたんですけど、まあ、この試合では大久保が裏を狙っていたりとか、小泉が引いたんだったら大畑が上がっていく、で相手のセンターバックやウイングバックが継ぎ出されたなら松戸がその裏を狙うとか、まあ、そういった列の交換、役割の交換っていうのがよりスムーズにできていたのかなという印象ですね。で1得点目もしっかりと大畑が最前線に入ってきていたことでセンターバックを継ぎ出していますし、その結果できたここのスペースに対して松尾が狙っていく、で実際にボールを入れる、まあ、そういった裏への意識とかができていたので、そこから得点が取れたっていうのも必然だったのかなと思います。ここの最初のボールは通らなかったんですけど、大畑がしっかり前線に近づいているのでこぼれ球に対してアタックできる場所にいるというところですよね。ボールを失う可能性のある攻撃ではあるけども、失ったとしてもすぐにカウンターのプレスをかけられる位置に味方がいる、まあ、そういった構造を作れていたので、ここで奪ってまた二次攻撃につなげたっていうところは狙い通りだったのかなと思います。まあ、そこからね、松尾がクロスを上げるときも大畑と小泉と敦貴ですね、こういった選手たちがどんどんペナルティエリアに入っていく、でモーベルクも逆サイドから入っていって、まあ、3枚から4枚は入ってきていたので、まあ、相手の監督が言うね、とりあえず上げておけというクロスではないっていうことは明らかであったと思います。得点後から名古屋はやや前がかりですね、割とトップの方からも前にかかっていくっていうところもあったので、このボランチの周りにスペースができやすくなったのかなという印象です。ただこういった前がかりに対してウイングバックを引き出すために、例えばサイドハーフも下がっていくっていうわけではなくって、前にいる選手は立ち位置をキープするというところもできていましたし、実際にこういったところから長めのボールを入れたとしても横でサポートをできるサイドハーフの選手がいる、そういった関係性を構築できていたので、まあ、名古屋のね一基準のプレスっていうのを空転させることができたのかなと思っています。32分ぐらいなんかは大久保が降りた代わりに小泉が上がっていくなど、まあ、列の交換ですね、この縦のディフェンスとミッドフィールダーとフォワードのラインがあると思うんですけど、その降りると上がっていくっていう交換もスムーズだったのかなと思います。はい、3つ目は浦和の 5-2-3 可変守備の可能性について考えていきます。70分に浦和は馬渡と秋元をウイングバックに置いた 5-2-3 気味の布陣に変更しました。これまでも最後の5分10分を 5-4-1 にして守り切るっていう策は使っていたんですけど、今回は攻守で可変システムというところを採用していて、まあ、それが今後に向けた可能性だったり、まあ、特に3バック系の相手へのオプションを感じたので解説します。守備の面から見ると、まず名古屋の攻撃ですね、3バックとウイングバックがいるという攻撃に対して人数を合わせるような形になります。4-4-2 で守るときは3バックを相手にすると、まず相手の3枚のセンターバックやウイングバックに対して誰がどのように対応していくか、どうやって4-4-2から陣形を変えていってで対処していくかというところが、まあ、大きなテーマになるわけですけども、ここに対処する人っていうのがこうバッチリと決まるっていうところがあったので、こう受け渡しみたいなところは最小限に抑えることができます。4バックだと例えばウイングバックにサイドバックが出ていってしまうと、後ろの枚数が3枚から4枚になってしまって、どうしても逆のウイングバックに幅を使われる、もしくはおとりにされるっていうシーンが、まあ、構造的には少なからず出てきてしまうのかなという部分があります。これを 5-2-3 で始めると、まず最初のセンターバックに対して1トップ2シャドウがしっかりとプレッシャーをかけていけるという面ですね。で幅を取っているウイングバックに対して出ていくのはウイングバックの選手が同じように出ていく、まあ、そういう構造を作ることができます。また下がり気味の配置を取るウイングバックに対しても、ウイングバックの選手が前に出ていっても後方にはまだ人数が十分に揃っているので、まあ、前半にね少しピンチになりかけたようなワントップツーシャドウへのパスっていうのが入ったとしても、ここに対して強く潰しに行けるっていうシーンは増えてきました。これはやはり後ろの枚数が担保されているので、自分が出ていってもカバーできる人がいるという構図になっているからでもありますね。またさらに攻撃面では秋元をサイドハーフ的に運用することで、浦和の本来の形ですね、ボール保持時のバランスっていうのは維持できるっていう側面もあります。また江坂と小泉の共存に関してもポジティブな影響がありそうなのかなと予想しています。まあ、シャドウ的な立ち位置、内側でプレーすることが得意な2人ですので、この2人を同時起用する場合は小泉をねサイドハーフとして起用するやり方が多かったかなと思うんですけども、そうするとボールの保持の時には中に入ってもらって、守備の時にはサイドハーフとして振る舞ってもらう、そういった移動が出てきてしまう、デメリットが出てきてしまうんですけど、ワントップ2シャドウだと守備の
の立ち位置と攻撃の立ち位置の移動っていうのを最低限にすることができます。このシステムでは今回の試合でいうと秋元のようなウィングバックとサイドハーフを兼任できる選手だったり、酒井とか大畑のようにセンターバックとサイドバックを兼任できる選手っていうのが必要になってきます。特に負荷が高いのは秋元の役割なんですけども、秋元の他に関根もこの役割を問題なく担えるはずなので、人材の面では問題ないかなと思います。当然これを本格運用するってなるとまた別の課題が出てくる面はあるかなと思います。今回はビルドアップのバリエーションだったり工夫が特に少ない名古屋だったので簡単にはまったんですけど、例えば相手のウィングバックが高さをキープしてきたり、その上でボランチがシャドウの横ですね、こういったところでボールを受けるような動きをしてきた時には前にずれていくのかとか、誰がここをカバーするのかっていう判断を突きつけられることになりますし、ボランチの1枚が最終ラインに入ることで後方を3バックから4枚化する、そうするとワントップ2シャドウが数的不利になってしまうっていう、まあ、そういった対策を持っている相手を前にした時には浦和がこれに対応できずに、例えば 5-4-1 でベタ引きになってしまうっていうことは避けなければいけないので、まあ、そういった工夫は別の課題として求められることかなと思います。ただ3バック系のビルドアップに対して苦戦することも多いので、まあ、5-4-1 の受け身ではなくって 5-2-3 からスタートして、しかもウィングバックを前に上げていくという運用、あくまでも最後の逃げ切りの策としてではなくって、試合を支配するためのオプションとして一つの可能性を感じたのかなと思います。はい、今日は3つのトピックについて話してきました。リーグ戦で負けたことは残念でしたけども、まあ、声出しの応援もあってね、いい試合になったのかなと思います。裏へのアクションやプレーの選択における手前と奥のバランスですね。あとは味方を配置するエリアと人数のバランスだったり、役割の交換、裏を狙っていけるかっていう点は、まあ、ボールを持つことを起点にして試合を進めることが多いチームの永遠の課題ではあります。特に名古屋のような相手を前にした時にはそれが重要になってきて、まあ、実際にいいバランスの取り方ができたかどうかっていうのがこの3連戦の結果に反映されたようにも思いました。この試合や動画を見ての意見や感想、質問などはぜひコメントしてください。必ず返信いたします。こちらの YouTube チャンネルをはじめダイアログでは浦和レッズをもっとサポートするためのコンテンツを発信しています。この動画を楽しんでいただけた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。